アナグラです。今日の体調はいい方ですね。レンゲ食堂に行ってきました。東州のレンゲ食堂なんですが、ちょっとね、味が変わりましたかね。ホイコーロー好きだったんですけど、昔あの中華東州って感じだったんですけど、今レンゲ食堂ってなってるんですね。この病気になってから、あまり行かなかったし意識してなかったんですが、まあリニューアルしたのは知ってたんですがね、普通の東州セットの方がいいかなって感じかな。持ち帰りでね、餃子とかたまにね、あの店内で食べたりしてたんですが、ちょっとホイコーローはね、病気以前に食べて以来だったんで、まあ随分味はちょっと変わったかなと思いますね。でお客さんも結構パラパラ入ってましたね。お酒飲みながらっていう人もいたし、まあ、全体的にね、あの安いし、ちょっとラーメンと餃子とチャーハンっていうのが無難な線かなとかちょっと思いますね。まあ、これもね、あの病気になってから最初はね、あの店内で食べるの大変でしたけど、徐々に慣れていってね、あの外食もこうやってできるようになりましたからね、まあ、混んでても問題ないですよ。まあ、近場だったら、まあ、これからね、どんどん増えていくんじゃないですかね。高度配置か、まあ、こういう繰り返しなんですよね。まあ、そんな感じでね、今日もトライがてら食べてみましたけどね、こうやって考えてみますとね、だん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 ね、こうやってトライしていくことによって行動範囲が広がるし、生活の質も上がるし、こういうなんていうかな、散歩だけじゃなくて人混みとか行くっていうのはちょっと大事かと思いますね。それの繰り返しで、認知の歪みが変化してきますんで、最初はきついですが、徐々に変わっていくんですよ。まあ年単位であったり月単位であったり、もともとの症状のレベルによって違いますけど、全然。でついでにね、お街プラプラしてもっとね、行動範囲を広めるって感じで、まあ、今でもね、抵抗あるケースはありますが、徐々にね、これね、最初の頃と違ってね、体が慣れていくんですね。最初はね、きついかもしれませんが、半端なくきついですよね、病気だから。ですけどこれがね、慣れていくんですよ。そっちの方にね、気が 100% 回ったものが 1% も回らなくなるみたいな、まあ、他のね、アタックしなきゃいけないところも自分もまだまだたくさんありますが、身近なものから崩していくっていうのはね、大事かと思いますね。アナグラでした。ありがとうございました。